どうも、チョコクッキーの尿入今日はですね、産語でわかる韓国語会話ができるというやつのですねスと、ステップ2、場面別会話を読んでいきたいと思います。今日はあの CD を使わないんですけど、あの CD を使うと、あの、最初から、一番最初からなるんですよね。なので、またあの、 めんどくさいので、待つのはめんどくさいので、もう今日は僕があの、今日から僕が読んでいきたいと思います。最後の最後まで読んでいきたいなと思います。それでは聞いてください。日常会話、自分のことを話したり、相手のことを聞く表現を集めました。人と人のコミュニケーションは言葉だけに頼っているわけではありません。笑顔いっぱいに、この本も片手にいろんな会話に挑戦しましょう。 自分のことを簡単に紹介してみましょう。相手との距離が縮まるはずです。例文の田中、横浜を自分自身に変えてください。自分のことを話す言葉。私は田中と言います。自己紹介をします。私は日本から来ました。家は横浜です。という風になっておりますね。あの、先ほどナンバーステップ1でや、ステップンでやった時はですね、あのー、 ステップワンでやったときは、簡単な会話だったんですよ。はじめまして、田中です。よろしくお願いします。っていうことをやったんですけど、今回はですね、ちゃんとした出身地や、自分の自己紹介、名前、あとはじ、自己紹介だったりとか、名前とか、だったり、なので、簡潔にしてますね、これは。トータル合わせて、簡潔の方にして、簡潔にしております。それでですね、話していきます。私は、田中と言います。チョン、田中ら、田中らごハムニダ。自己紹介をします。 チャギソゲ、ハルケヨ。私は日本から来ました。チョン、イルボネヨ、ワッソヨ。家は横浜です。売り自分、横浜へヨ。私はに本、田中と言います。チョンタナカラ、なから、なからごはむにだ。自己紹介をします。チャギソゲ、ハルケヨ。私は日本から来ました。チョン、イルボネソ、ワッソヨ。家は横浜です。売り自分、横浜へヨ。 相手のことも聞いてみよう。お名前は何ですかイルミモえよ。どこに住んでいますかおィエサラよ。おいくつですかみょさりえよ。お家はどこですかちび、おィエよ。相手のことを聞くときは、お名前は何ですかイルミお、え、いるみ、もえよ。どこに住んでいますかおィエサラよ。おいくつですかみさりえよ。お家は、 どこですかちび、おィエオえよ、ー。旅行目的,目的は、それぞれあなたの話したいという一生懸命さに相手も親近感を持ってくれるはずです。旅行の目的を話すとき。私は旅行に来ました。チョン、予ン、ワッソよ。会社の仕事で来ました。フェサエルロ、ワッソよ。出張に来ました。チェルチャン、ワッソよ。遊びに来ました。ノルロ、ワッソよ。 お友達に会いに来ました。チョグマラロワッソヨ。私は旅行に来ました。チョンヨヘンワッソヨ。会社の仕事で来ました。フェサイロワッソヨ。出張に来ました。チャルチャンワッソヨ。遊びに来ました。ノルロワッソヨ。友達に会いに来ました。チングマルナロワッソヨ。 っていうふうに話します。こちらはですね、旅行の目的で話すときです。出張先だったりとか、いえばあの、旅行しに来たときとかに使う言葉です。それでですね、買い物に来ました。ショッピングハローワッソよ。コンサートを見に来ました。コンソートボロワッソよ。ファンミーティングに来ました。ペンミーティングボロワッソよ。サッカーの応援に来ました。直後ンワッソよ。買い物に来ました。 ショッピングハロワッソよコンサートを見に来ましたコンソロボロワッソよファンミーティングに来ましたペンミーティーンボロワッソよサッカーの応援に来ました竹音竹竹音ワッソよ私は近年やっと年に1回ぐらいの頻度で韓国入り僕の大学の市民講座の韓国の受講生は年に45回も皆さんはというふうになってますね。 これを読んでいきたいと思います。韓国に来た回数を話すですね。この方はですね、もしかすると、えっと、えー、私は近年やっと月に1回ぐらいの頻度で韓国入りなので、1回、年に1回韓国に入って、大学、大学で韓国の受講生は年に4、5回受けているってことですね。韓国の大学で。それでは行きますね。韓国は初めてです。韓国、韓国、チョミエよ。韓国には2回目です。 どぼっちぇよ。韓国には3回目です。ハグゲン、セボっちぇよ。4回目ですなら、ネボン、チョエヨ。何度もなら、チョジワス、チョジワヨ。などを使いますね。ソウルに何回来ましたかソウル、ミョポンワッソよ。ソウルによく来ます。ソレン、ジャジュワッソ、ワヨ。というふうになってますね。韓国は初めてです。ハンググン、チョムミヨ。チョ、チョミ、チョミヨ。 韓国には2回目です。ハングゲン、トボチェヨ。韓国には3回目です。ハングゲン、セボンチェヨ。ソウルに何回か来ました。ソウルによく来ます。ソウルによく来ます。ソウレンジャジュワヨ。次はですね、職場で話すときですね。自分のお仕事先などについてお話しするときです。会社員です。フェソウェヨ。大学生です。手拍、セイエヨ。主婦です。チョブエヨ。 自営業です。よん、おびえよ。農家をやっています。農作、事いっそよ。工場で働いています。じ性を、いらごっそよ。お店をやっています。かげる、はごっそよ。というふうになりますね。はい、読んでいきます。天候の話題は会話に潤いを与えます。 今日天気はいいか、今日天気いいですよね。晴れてますよね。寒いですよね。暑いですよね。暖かいですね。涼しいですね。っていう言葉ですね。それで読んでいきます。天候について話す。今日はいい天気ですね。おぬるん、なるしが、ジョネよ。今日は寒いですね。おぬるん、ショムネよ。今日は暑いですね。おぬるん、どむよ。今日は暖かいですね。おぬるん、たとたよ。今日は涼しいですね。おぬるん、しおネよ。なんてですね。 天気のことについて話すときは、おぬるんって言うんです。天気は、おぬるんです。おぬるん、おぬるんって出るんですけど、今日は、今日はって言葉をおぬるんっていうふうに訳します。おぬるん、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 おぬるんっていうふうに。今日はいい天気ですね。おぬる、なるしえよ、じょねよ。今日は寒いですね。おぬるん、ちょむねよ。今日は暑いですね。おぬるん、どむねよ。今日は暖かいですね。おぬるん、たとたねよ。今日は涼しいですね。おぬるん、 初ょなえよ、しなね天気について聞いてみる。次はですね、天候について話して、先ほどは天候について話したんですけど、今回は次はですね、天候について聞いてみる。今日はいい天気ですね。おぬるナるしがジョやよ。今日の天気はいかがですかおぬるナるしにュおってよ。という風になりますね。天気について聞くときは、今日はいい天気ですかおぬるナるしがジョやよ。 今日の天気はいかがですかぬおぬる、ナるシぬ、おテよ。気温について聞く。夜は寒いですかため、ちょぼよ。今日は暑くありませんか、えー、ネねいる、おどえよ。アンドウェイよ。今日も暖かいですね。おぬる、たとてよ。今日も涼しいですかネイルド、オしネよ。というりますね。寒いですか明日、明日はネイルドというふうになりますね。 夜は寒いですかパメンちょうよ。明日は暑くありませんかネイルンアンドウェヨ。きょも暖かいですかオヌルドゥアットテヨ。明日も涼しいですかネイルドゥシュボネヨ。雨、雪について聞く。午後は雨ですかオフェヨ、ビワヨ。今日も雨ですかオヌルドゥビワヨ。明日も雨が降りますかネイルドゥビワヨ。 雪は降りませんか。ぬぬんぬぬアナよ」といううになりますね。雨の場合は午後は雨です。オフエビワよ。今日も雨ですか。オヌルドビエよ。明日も雨が降りますか。ネルドビワよ。雪は降りませんか。ぬぬアナよ」というふうになります。次読んでいきます。 今日の天気はっていう風になっていって、晴れだったり曇りだったり雨だったり雪だったり、それぞれの単語を覚えていると使い分けられます。今日はオヌルンっていう風になりますね。明日になったら、今日は、今日の、今日、今日はっていう時は、オヌルンも使います。明日は、明日という風言葉を使う時は、ネイルドネイルドオヌルンネイルド今日はオヌルン明日はイルドっていう風に使い分けてください。対話のない話をする。決意型は何ですかとか、彼氏はいますかとか。 はい、い、はい、います、いいえいませんっていう感じの断り方とかもですね、たわいのない会話をするとき。決意方は何ですかフェ,フ,ェフェルキョン、フェルキムエヨ私は大方です。チョン、お品えヨ彼氏いますかナムチャジグイソ、いっそよ彼女、いますかヨジョチングイソ、いっそよチングっていうのはですね、新旧でも、今日からでも、きっとチングになれます。チングっていうものは、いますかって聞くときに、チング、あ、じゃ、うん。 チングはですね、宮中なので、彼氏とか彼女とかデバイう場ですね、懐かしい人間に使う言葉になります。はい、います。ね、いっそよ。いいえ、いません。あにょ、おぷそよ。次はですね、状況を話す。最近韓国語を習っています。ヨジョム、ハング語、べ、べおよ。韓国のドラマにハマっています。ハングドラマへ、パジーっそよ。韓国料理が好きです。ハング ハングルりジュワヘヨ。K-POP が大好きです。K-POP、アジョ、ジュワヘヨ。ポ、ポジャッキに興味を持っています。ポジャキへ、関心いっそよ。私は、チョングー食のファンです。チョン、チョン、チ,ョンチャングーソン、ペニーよ。私は、カラが好きです。チョン、カラ、ジュワヘヨ。となりますね。最近、韓国を習っています。ヨジョム、ハンゴ、ハンゴヘヨ。 よ韓国のドラマにハマっています。韓国料理が好きです。韓国ンン料理、ジョアヘヨ。K-POP が大好きです。K-POP、アジョ、ジョアヘヨ。ポジャギに興味を持っています。ポジャギへ、悲しみ、いッソヨ。私はチャングー食のファンです。チョン、チャングー食、ペニーヨ。私はカラが好きです。チョン、カラ、ジョアヘヨ。日程を話すときですね。 ソウルには今日来ましたかとかっていう日程ですね。そういう時には話してきますね。日程を話す時、ソウルには今日来ましたかソルウェオオルヌワッソヨ。明日日本へ帰ります。ネイルイロボヨガヨ。2泊3日で来ました。イバクミ,スバクミロ、イバクミルロワッソヨ。3泊4日です。3泊サリエヨ。また来たいと思います。トウコシッポヨ。<laughs> というりますね。これも、 日程を話すときの会話になります。韓国は年を気にします。それを敬語や象徴など言葉遣いを決めるための年が分かれば親しみもグッった。なんとですね、韓国人は年を気にするそうですね。年齢を気にするそうです。何でしょうか。年を言うときは、私は20歳です。チョン、スムサリエよ。私は大学3年生です。チョン、テグハブ、マニエヨソ、ニオス1年生のときはですね、イラヨイニエよ。 チョンデハクイラニエよ。二年生の時はチョンデハクイハンニエよ。三年、四年生の時はチョンデハクサンハニョサンハニョエの。っていうふうになりますね。サンハニョエよ。三年生の時と四年生の時は同じ言葉になります。サンハニョエヨになります。チョンデハクサンハニニエよ。まだ未成年です。あじく味噌ニョヌニエ。誕生日は三月五日です。センセンイルンサムリョオ,オリエよ。 年は秘密です。ないぬ、びみりえよ。還暦が過ぎました。ファンガビ、じなっそよ。定年退職しました。ちょん、にょんてじく、へっそよ。私はたつどしです。ちょん、よんてえよ。実はですね、こちらの、あの、ねえ、うしたらううたつみ、うまひつじ、さるとり、いぬいいの。十二支ってあるんですよ。日本でも十二支はしてますよね。たつどしの場合は、ちょん、よんてえよなんですけど、あの、ねずみどしは、 チョン、チェテヨ、ウシドシはチョンソテヨ、トラドシはチョンホライテヨ、ウサギドシはチョントキュッティ、カツドシはチョンヨンティ。えっと、ヘビドシはチョンペムティ、ウシドシはチョンマルティ。え、ヒツジドシはチョンヤソティ。えっと、サルドシはチョンウェスンイッテ。サルドシが一番難しいんですよね。 ちゃん、ウェスン、イッテ、って言います。鳥年は、ちゃん、タクティ。え、犬年は、ちゃん、ケッティ。えー、犬、え、犬しし年は、ちゃん、テジッティとなります。韓国では、犬ししの年ではなく、豚年だ、豚年だそうです。犬獅ししの年はなくてですね、韓国では、豚年だそうです。<laughs> 私はすっかりおばさんです。ちょ、わじょん、味前よ。ちょ、わじょん、味前よ。私はすっかりおばさんです。相手の年も聞いてみる。 おいくつですかみょさりえよ。何年ですかむす、てえよ。お誕生日はいつですかせんいる、おんじえよ。友達になる、友達になりたいです。ちぐん、てごしっぽよ。愛してます。さらんへよ。あなたが好きです。たんしに、じわよ。あなたのすべてが好きです。たんしね、もど、もどんげ、じわよ。あなたが欲しいです。 の尻尾よ、私と付き合ってくれませんか那覇子アンサギルデオ一緒にいたいです。勝ちっ子尻尾よとなりますね友達旅の、えー、旅の恥はかき消してではなりませんが勇気を出して自分の気持ちを素直に表現してましょう友達になりたいとか愛してますとかあなたが好きとかあなたのすべてが好きですとかっていう、うん、重い言葉をあのー、恥じらいを知らずにやっていきましょうってことで,ですね 次はですね、電話番号を教えてください。チョナボのガルチョジュセよ。メールアドレスジュエセ教えてください。メールアドレスチョンガルチョジュセよ。メールアドレスはメールアドレスなので、なんかメールアドレスメールアドレスなので、普通に使えそうな感じがしますよね。メールアドレスを教えてください。かかともを探しています。かとく、かとくちんぐちいっそよ。かかとも。私たちかかともになりませんか売りかとくチングヘソよ。 かかともはですね、スマートフォンアプリ、カカオトークのことです。何 <laughs> ですかねカカオトークって。LINE、ラインですかね多分 LINE だと思いますね。カンクなので LINE だと思います。かかともは、あの、LINE だと思います。皆さん LINE だと思ってください。かかともを探したらって、かかともを、な、えー、かかともになりませんかって時は、かかともを探してます。かとくちんぐちゃっこいっそよ。私たちかかともになりましょうって時は、売り、か、売り、かとくちんぐへよというふうに言葉を使ってください。 次はですね、家族について話す。結婚していますか虚論してよ。結婚していません。虚論アネいませ子供が2人います。エゴドルイッソよ子供が1人、3人います。エゴ話せ、いっそよ。英語、話せ、いっそよ。は子供が1人、3人の場合は、エガせ、いっそよ。ふになりますね。孫もいますソンジュドイッソよ。はい、ということになりますね。 こちらがですね、家族について話す言葉になりました。相手を褒める。素敵ですね。持ちねよ。すごいですね。手だねよ。若く見えますね。チャルもボヨヨ。イケメンですね。オルちゃんいねよ。マッチョですね。モムちゃんいねよ。美人ですね。ミニエヨ。かっこいいですね。モシッソよ。男らしいですね。ナムジャダ。およ。色っぽいですね。セクシーヘヨ。あなたは私のタイプです。単身ぬ。えー、単身、単身ぬ。 寝たい、ビエよ。お茶でもいかがですかジャハンジャン、おってよ。あなたと知り合えて嬉しいです。タン、タンシング、まん、まんなそ、ギッポよ。綺麗な目ですね。にい、いえよ。相手の外見を褒めたりとか、相手の、相手の外見だったり、ルックスだったり、体とか、見た目、あ目とか褒めたりするときに使う言葉になります。素敵ですねは、もっちねよ。すごいですね。手だねよ。若く見えますね。ちょるど、ぼよよ。イケメンですね。 おるちゃん、いねよ。まっちゃですね。め、もむちゃん、いねよ。美人ですね。みーね、みーにねよ。かっこいいですね。もしっそよ。男らしいですね。なむじゃだ、およ。色っぽいですね。さくしへよ。あなたは私のタイプです。たんしぬん、寝、ね、たいびよ。お茶でもいかがですかちゃんはじゃん、おってよ。あなたと知り合えて嬉しいです。たんしぐん、まなっそ、ぎっぽよ。綺麗な目ですね。ぬ、ぬに、いに、ぬに、 よとなります。であ、気持ちを表す言葉ですね。気持ちを表したい。先ほどは相手を褒める言葉なんですけど、気持ちで表現したい時はですね、とても嬉しいですね。アジョンギッポよ。とても幸せです。アジョンヘンボケよ。とても悲しいです。アジョンスルポよ。とても悲しいです。アジョンウェロウェロ。ってなりますね。とても恥ずかしいです。飲む、チャピヘヨ。とても面白いですね。飲む、チャミッソよ。となります。

とても面白いですね。最初の場合はですね、飲むをつけましょう。なぜかと言いますとね、とてもは飲むという言葉ですね。そこから恥ずかしいは、チャルピヘヨ。面白いですね。ちょ、ちょみいっさよというになりますね。マイナス的な気持ち、ちょっと不満です。ちょむ、ブルマニエヨ。強調する副語は、アジュ、飲むなどがあります。いずれもとてもの意味です。また、これの否定、あまり何々ではありませんの場合は、ぴょるど、あんにすれば OK です。なんとで,ですね、ぴょるど、あん、ぴょる、 ぴょろどあんにすればいいですね。あまり何々ではありませんの場合はですね。とてもの場合は、アジュや飲むなどを使う、強調するときは使ってください。それでは行きますね。ちょっと不満です。ちょむ、ブルマにえよ。気に入れません。マオメ、アドルよ。自信がありません。写真に、オプスよ。がっかりしてます。シルマン、ヘッソよ。ちょっと腹が立ちます。ちょむ、ファガナよ。とても腹が立ちます。アジュ、ファガナよ。 プルスなので、こちらがとてもなので、ちょっと腹が立ちますの、最大バージョン、とても腹が立ちます。アジョン、ファガナよっていうふうになりますね。はい、ということで。あ、これはですね、次はですね、一番最初は一つ二つとか、一、二、三とかというふうに単、単価と単価を、価格を表したりとか、あの、一つ二つっていうふうに、こう、人、人差し指を表したりとかする言葉だったんですけど、今回はですね、月の名前と日にちの名前も、皆さん覚えましょう。次の名前は、1月は、ウィルロ。 2月はウェル3月サミル4月サウル5月オウェル6月ユウォル7月チ、えー、ルロ8月パルロ9月クオル10月シュウォル11月シブルロ12月シビワルってなりますえっ、ー、と訳,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 訳すると全部一緒に訳するとイルウェロイウォルサムウロサん サム、サムロ、サムエロ、オエル、ユアル、チュルル、パルエロ、ウォール、シュワル、シブル、ジフエルとううな,なります。1月から12月のことについてです。そして次はですね、日にち、1月1日だったら、イルロ、イルリ、1月2日なら、イルロ、イルルというような言葉になります。で、1月は、イルリ、2月、イール、3月、サミノリ、4月、サイノル、5月、オ,ルオイル、6月、 ユギル7月チリル8月パリル9月クリル10月シビル11月シビリル12月シビールシビル,シビル13月シプシプサミル 14, 14, 14日シプサイル15日シボイル16日スムノギル17日シプチェレル18日シパリル19日シプクイル20日イシビル21日 イシビルル、22日。イシビール、23日。イシプサミル、24日。イシプサイル。あ、なんと23日と24日は同じですね。イシプサイルで通るそうですね。25日は、イシボイル、26日。イシムニョギル、27日。イシプリチルル、28日。イシパリル、29日。イシプクイル、30日。サムジュルブ。 31日、サムシビルルという風になります。なんかね、あのね、あの、日が、えー、っとですね、日にちが、あのー、増えていけ、数値が、数式が増えていけば増えていくほど、語尾も長くなって難しくなりますね。この言葉。難しくなっていくというふになりますね。ってことですね。はい。今日はですね、ここまでにしておきます。実はまだ続きがあるんですけど、ちょっと、ここまでにしておきます。はい、次は 次の YouTube にお楽しみで、それでは終わるのよ。バイバイにゃー